下の階部ね、毎日先発デビューに対する、佐藤のガチ評価 WWW。マインツバーサス、モンペリエの親善試合で、佐野海船が先発デビュー。試合はマインツが3、1で勝利。スコアも3、1なの草。メンタルが強いのか、味方に要求もしてたし、慣れてきたらブレイクしそう。あの事件あって、コンディション悪いかなと思ったら、むしろ絶好調なの草。2週間、個室でじっとしてた、人間と思えないほど良いプレイしてた。実力あるから、ブンデス中堅でもスタメン取れる。ベンゼマみたいにもうどれだけ、クラブで活躍しても、代表には呼ばれることないって考えると悲しい。クラブに全力尽くせるから、本人としても、クラブ側としても良いかも。クラブ側としては、代表で離脱や怪我のリスクない選手なんて、最高やんけ。サッカーに全集中した佐野はすごいぞ。代表で遠藤の後釜として、ぴったりだったのに何やってんだよほんと。将来、日本をベスト8に導く逸材だったのに。しばらく代表には呼ばれなさそうだけど、2年連続ブンデスデュエル王とか、ベスト11になったら、まだ可能性ある。マインツのユニバレある、感じあってかっこいい。2週間、じっとしてて、身体がリフレッシュできてる説。佐野はピッチ内外で数的有利を作るのが得意。伊藤ですら代表に呼ばれてないん。だから佐野はめっちゃ厳しいよね。